乾かしてこうよ。おいっす。事務室作りますか。おじいさん、よせさん、こんにちは。悪いね、いつまでもね。今、信号がね、問い直した。料理配信、楽しみだ。さわやかちゃん、よち。ジャスミンさん、こんにちは、待ってました。ナイスポチッと、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。お前が早く梅雨だってちゃ困るよ。昼飯作りますか。作るけどその頭じゃ困るんでかない。信号タイトルつけてくれたんだ。太陽ちゃんこんにちはってね。ももちゃんこちらこんにちは。よしさん、まろちゃん、フライパン洗わないやつですよ。フライパン洗わないよ、いつもフライパンだけは。そのぐらいね、よう残しとかなきゃ。いつも私がやらせられる。ユンちゃん、ヨコさん、ヨセさん、こんにちは。ヨコちゃん、シンゴママ、こんにちは。ありがとう。爽やかさん、餃子でも焼くって。レネトさん、何作るかな。この間買ったさ、あれがあるんだよ、なんだっけ。傷んじゃうんだよ、なんだっけ。ほら、なんだっけ。あのレバーを2パック買ってきたんで、あれやんないと傷んじゃう。あと、もやしをなんかやんないと、もったいないで。もやしを炒めて、焼肉のタレで食うか。もやし、傷んじゃうよ、あれ。よく眠れた。うん、眠れたよ。ひとちゃん、ナイスシャーシ。ナイスシャーシだーって。ありがとう、ありがとう。モーさん、何作るんだね。ありがとう。あの、レバーね、買ったの。2パックあるの。それよ。レナちゃんよ。ヨシエさん。シンゴ、こんにちは。いいね、ありがとう。いいね、ありがとう。イータン、こんにちは。料理配信。好きだーって。ドラミちゃん、ゆせさん、こんにちは。何、大阪さん。レバー、いやいや、ごま油切れ。うん。カレーは全部食べた。食べないよ。ね、食べてもらいたいよね。誰か見てる。のんちゃん、こんにちは。あれれとちゃん、いつもありがとう。ナイスもんしたからねって。ありがとう。いいね、ありがとう。いいねもありがとう。さわやかちゃん、信号フライパンを。ハリネズミさん、もやしすぐに炒む。そうでしょ、炒むよね。あんなに量買ってくるん間違いだよね。パチンコ狂い子猫ちゃん、カレーはもう捨てたね。もやし、こちらさらちゃん、もやし袋に何か所穴開け、冷凍で保存できますよ。そうなんですか。ありがとう。ゴロさん、こんにちは。待ってね、待った。のんちゃん、カレーまだあるの？あるよ。もったいないね。ね。ダメよ。なんでもね。カレーきちんとしないとね。そうだね。ほんとダメだね。カレーまだあるの。あるよ。ね、ありがとうね。ありがとう。こちら。あゆみちゃん、こんにちは。よせちゃん、ナイスしますね。ありがとう。あゆみちゃん、いつもありがとう。なんでカレーが残ってるって、ね。しばらく買い物しなくていい。そうだよ。買い物をしたらさ、どんどん古くなっちゃうね。そうだね。カレーあるなら、カレー食べないとかね。そうだよね。でもカレー食えよ。よ。頭ぐらいおめえ、あれ、拭いてからこうよ。ね、頭洗ってさ、ピアちゃん、こんにちは。カレー、6日目、だから、してないと、食中毒になります。そうなん、ありがとう。風船5個、ありがとう。ありがとう。うそちゃん、カレーは、火入れないと、腐るよ。そうだよね。冷蔵庫入ってね。うん。レナちゃん、カレーはもうダメですよ。そうなん。なんでカレー残ってるって別の料理するのかな。考えて、考えれへん。そうだよね。
次から次買ってくんだよ、いろんなもん。大体のって頭ね、洗ってね、乾かさないで汁が立ってんだよ。バカだと思わない。うん、あ、作りますか。あ、また。はい。何を作りますか。全く恐ろしいな。また散らかされて。まあ、そう言っても、もう残り物は承知しないから。残り物ってネタ買ってくれたんだよ、外勤のうちに。あれあやれはもやし腐るぞ、ほんと。じゃあもやしと、もやしとウインナーなんだよ。ウインナーとあとレバーか。ベーコンもあるけどね。レバーあとだよ。ベーコンはスパラーうまくって言わなかった。いやでもあの結構買ってきたから大丈夫です。何しろレバー焼いたら臭くなるから、ね、そんなの分かってます。じゃまずはウインナーともやしから炒めますか。でレバーも焼きますか。ついでにピアちゃんカレーも炒めだ。あ、目玉焼きとかもあるんですけどね。卵はもう長持ちするんじゃないの。私ご飯食わないよ。あ、そうだ、ってかご飯ないんだよ。もう寄せなんないでしょ。やめよ。あと一パックしかないですよ、ご飯。これしかない。いいんじゃない、あんたが食えれば。こんなに足んないっす。寄せなさ、なんかあの飯買ってくんだよとか言う割に全然ないじゃん。飯買ってくんだとか言いながらもうないんですよ。餅の方にない？餅って何？餅が乗っかってる。その中だよ、餅が上にあるなんて、その下にないかい。赤飯しかないです。赤飯まくってみたんね。ない。じゃあ、せいつる頼むよ、今度。全然ないですからね。でも赤飯と白米しかないですね、これ。あれ、いらないからね、私、ご飯は。赤飯1個。ご飯なんか食うほど元気よくないから。あんた来るともう頭痛いから、いつものパターンで。もうでは、やっていきますか。秩父のお祭りいいねってね。後頭部剥げておる。じゃあまずはもやしから炒めちゃいます。もう限界だから全部炒めた方がいいんじゃない。これ全部はこんな量食えないです、絶対。この量絶対食えないですよ。食えると思うけど。だって限界ではないでしょ。限界だよ。限界なんですか。限界とは。あれ、ああ、こういう。よせさん、ナイスキャッチよせさん。こういうバカ。ナイスキャッチ。ね、こいつバカだから。いつもあこれやっちゃうね。クズだから、これは。クズなのは関係ない。クズだよ。だからほらこっちもね、だから物を壊したり。ナイスキャッチですよ。クズってわかる。危ない。クズだから何も考えないから、そのことしか。クズってね、神経が使えないんだよ、何事も。クズだからわかる。私こうなればこうなるってすぐわかるから、何でも。そんなことない。クズだからめった物を買ってくるんだよ。クズはあんま関係ない。クズはね、物をめったかもね。残念じゃーってことちゃんね。おい、跳ね返すなよな、また跳ね返ったらどうしよう。あんまこう挑戦しないよ、俺やってんだから。汚さないでよ、こんとこ。挑戦しないで。やだよ、跳ねるから。私が痛めるよ、そんなもん、ね、これ なんで挑戦するの、ひよだ。跳ねるからだよ。だるいな、マジで。跳ねるから嫌なんだよ。お前がやったら跳ねるなんべ。いつも行っちゃってさ、逃げてさ、何でもそうだよ。どれ何でも。いや、これもやし全部やっちゃう。これ確かに色、あっつ、ほら消せっつんだよ。色が確かにちょっとおかしいっすよね。当たり前だよ、こんなの。色が悪くなってるから、これ全部やっちゃいますよ。まったく、
こぼいてます。じゃあもう燃やし全部やっちゃうぞこれ。広いよほら。こんなにこんな燃やしばっか食えるのよ。大体ねってこんなにでかいの買うばかりねえよ。バカだよ、やることなすこと。はい、そうじゃなくてくっついてるさんべまだ。ほらちゃんと綺麗に落とせよほら。イライラすんな。こんな食えなくないもやしばっか。食えるよ。おい、落っこったの拾えよ。100枚のカニもやし食うのこれ。言ったんべ、跳ねるって。そんなのわかるよ。バカじゃねえよ。量多すぎだろこれ。多すぎじゃねえよ。ほんとクズは嫌。何事もクズ。もやし炒めてることと俺がクズなこと関係ないですから。あるよ、クズだから失敗するんだよ次から次。実は次失敗したらクズでいいんだね。あ、だって言ったんべ、跳ねるって。跳ねたんべ。そうじゃねえ、ほんでこんなでかいの買う必要ない。はっきり言って小さいの買ってくるんだ。火完全止まっとるな。止めたんだよ、跳ねるから。こんな濡れてりゃ跳ねる当たり前なんべ。もっときれいに取れってんだよ、これを。こんなもやしばっか食えないっすよ、せいさん。関係ねえよ、一日。ほんとくむかつくんだよ、このガキ。キューチャーハーフを買ってるし、散らかしてさ、片付けねえんだから。いつもそうだから。こんなのねえで、私。具合が悪いんだからさ、台座に置いて。もういいよ、くたびれるから。嫌だよ、めっちゃおかずで使われて。嫌だよ。うざい、アンチブロックしますか、こうやつ。あんたと同じじゃねえんだよ、神経が。はい、うざい、アンチブロック。うざよ。アイブロック。アイブロック、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 アイブロック。ゆうたろうくんもブロックから解除してくれって何回も言ってるよね。あんたやってくんねえよな、やってくんねえよな。何回言ったかわかんねえよな。いやだからいないって言ったじゃん。だって本人は ブロックされてるって言ってんだってから。私もわかんないけど、した覚えないけど。ああもうあんたが来ると体が傾く。大ごとで困ったね。もうあんたと行きたくねえよ、人生。こぼちゃんと拾ってよ、ここ。気持ち悪い。拾ってよ、早く。大体の人は頭洗ってさ、ドライヤーもかけねえで、梅雨が足るような頭で料理やるっていねえで。ほら、拾えよ、ここ。ここ拾えっつんだよ、言ってんの。ここだよ。嫌いなんだよ、物が落ちてんの。こんな量のもやし食えないっすよ、出た。食うからせやねえよ。じゃあなんでこんな量食えねえんだら、あんなでかいん買ってくるんだよ。てめえの頭がパーだからなんだよ。年中出かけてんだからよ、こんなでけえもやし買うばかりねえよ。これは業務用だよ。店やってる人だよ。お前バカだよ。何やっても。バカにしまってよ、こんなやつ。ダメなきや。はい、こいつブロック。しつこいやつブロック。はい、はい、はい。明らかにアカウント作り直したやつもブロックしてたわけです。すごい、すごい。この子は嫌いだから。親泣かせで、私今薬飲んだべえで、またこっち来て。夕方あるような頭で料理やるやつはいねえよ。皆さんよく考えてみてくださいね。夕方あるよ。あなた物事片付けないもんね。やるだけだもんね。いつもね。それじゃあ人生は。ゆうたろうってやつはもうブロックしてない。もうブロックしててもブロックのままでいい。めんどい。すごいな、もう。ダメだよ、これ。アイテム投げたんか。無課金税だろ、当然。めんどくせえんだよ。いちいち。何回も。
そもそも何回も言ってるから。ゆうたろうくんは配信者だよ。何回もそもそもブロックしてないって言ってるのはしつこいわ、マジで。ブロックリストにいないんだよ。もうしつこい。仮にブロックしてても別に無課金だろ、いらねえよ、そんなもん。ね、めんどくせえな、もうしつこいな。うん、本当だよ、ゆうたろうくんも慣れてくれたよ。自分が配信者だから。あ、そうなの。ゆうたろうくんはあれだから、女の人が男になったの。ねえ、元は男。いや、そもそもブロックしてないから。元は男ってんだよ、やってんの、うん、いや、そもそもブロックしてないから。でも今度はお店の店長なんだって、雇われの雇われる店長なんだってよ。もう私に言ってて、私もゆうたろうくんの配信見るから。じゃあ見れるんだったらブロックしてないじゃん。ブロックしてたら見れないから。じゃあブロックされてないやん。だってそもそもブロックリストにいないから。見たけど、もうしつこいよ、何回も同じことを。いや、言ってる人が嘘なんじゃない。うん、だ、嘘なんじゃないの。俺見たけどいなかったよ、ブロックリスト。しかも吉永の配信見れてるってことはブロックしてないじゃん。ブロックしてたら吉永の配信見れなくなるから。でも最近手はマジで最近やってねえよ、ゆうたろうさん。あ、そうな、うん、だから店長になるって言ったから雇われるだけだ。ブロックリストにないなら仕方がないねって、ふわっち感心した。あゆみさん、もやしいいようになりましたね。ね、プーさん、ヨセコン、お疲れ様。タカちゃん、笑う、初コメ、ありがとう。初コメさん、よろしかったらナイス、よろしくお願いします。これどうすんの、このもやしばっか。ゆうたろうさん、午前中に行ってました。あ、そうなん、午前中、うん、私午前中で寝てるからね、ジャソン。こんな量のもやしどうすんの、これ。大丈夫だよ、私がもやしが体にいいから食うから。味付けはあれでいい。焼肉のタレ。塩コショウはやっといたらいいんですか。いやいや、焼肉のタレがいいな。塩コショウいらないですか。いらない、私マジで何も素ですよ、これ。いいよ、あ、食うよ。もやし多すぎやろ、これ。ご飯代わりになるよ。いいよ、いいおかずだよ、最高だよ。完全にこう二郎系のマシマシない。これはいいんじゃない、だから二郎系の野菜マシマシ。ウインナー持つから後でいいと思うよ。いや、さすがにこれもやしだけ食うのは。俺もやしで十分だよもやしで十分です。悪いけど、いいおかずですよ、もやしは。体にいいからね。おい、くっついてる、くっついてる、ほらほら、横っちょだよ。とんでもないような味もついてる。ほら、横っちょ。なんだこの料理飲み物欲しいですか。飲み物はいいか。よかった、いらないね。ちょっとこれん時で飲むは飲むけど飲むよ。こういうやつ順序があるんだ。マミちゃん、こんにちは、いつもありがとう。のんちゃん、もやしやすくて美味しいねって。バラボンさん、米ともやしは寂しすぎるね。これだーって。はい、スポンジさん、肉はって、ね、うん、肉じゃなくて今日はね、レバーだよ。もやし定食って声投げるみこさん、ね、また散らかしてくるで、どんどん。ここ頭いて取っといてね、ゴミ入れるから。疲れんな。今のところもやし焼いただけですほんともやしっすよ、これ。コンロにもやし落ちてるよ。
2本あった。おい、もやし落っこってるで。飲み物があとコーラ2本しかない。いろいろ、もやしを。もうさ、醤油と塩コショウかって。うん、もう全部予算飲んじゃったんすか、予定さん。知らない、俺は飲まねえよ。だってコーラ2本しかない。ジジイなんだよ。コーラ2本しかないよ、もう。ジジイだよ。あと何もないよ、コーラ以外何もない。私飲まないよ。あ、そう。ジジイに決まってじゃん。結構買ってきたのに。ジジイが飲むんだよ。知らばっくれちゃ。何見せねえ、あのジジイは。いや、これいらないですか。ああ、なんでいらないね。コーラではない、もう何でもいいよ、行くたびやから。じゃあどうしますか。レバーここ置いたら臭いで。おいっす。ウインナー焼くの。ウインナー焼いちゃいますか。じゃあ焼かなくてもいいけど、別にめっちゃいろんなもん買ってくるもん。ここになんで出したのをやるの。出てるよ、ここに。いや、2つぐらいない。1つでいいよ、わさび食わないよ。じゃあウインナーもやしにします、今日も。レバーは夜でもいいんじゃないですか。ダメだよ、レバーさっき食わなきゃ。ちょっと、ちょっと、レバーも焼きます。これ、これなんで2つ焼くの。量が多いんじゃない、わさび食わないよ。じゃあ、これ食います。だってこれ日持ちが10月13日だよ。ずっとな、あれだよ。なんでこうめった無駄にすんの、いろいろ。ダメだよ、あんた。自分の金で買ったことある？ないよね。ないよね。県に電話払わなくちゃだよね。役場の人に電話して言うからいい。自分で全然払う気がない。ラーメン屋に行っても。自分の支払いもしねえで変わってるやん、さ。子供の親も嫌やけど、こんなクズいねえよ。物事は、ね、優先順位と言いますよ。何が何でも山岡屋のラーメンが優先だから。ああ、借金があってもね。当たり前じゃないですか。せめて借金払えよ。何？1万円貸してくれって言ったよな、昨日だっけ。貸したよな。とにかく1万円借りといて、山岡のラーメンズラなさんべ。たったの1万円がねんか、よとやろ。クズだよ。よく恥ずかしくねえな。38になって1万円がねえなんてな。買い物は全部俺のカードで買ってよ。うるさいっす。ほんとクズだ。はぁ、やだやだ、こんな野郎。うまそうだんべーって。お昼ごはんって。にゃんにゃんちゃん、私もうね、ポテトフライ食った2本入りのね。だからもうね、私はこんな食わないよ、うん、あんなデブだもん、うん、あのデブ、体型がわかるよ、ね、あれは冷凍しちゃう、うん、冷凍してない。ガチャガチャすんなよ、これが剥がれるからよ。ね、料理ってある程度ガチャガチャするもんなんですよ。嘘、職人じゃねえんだからよ、クズがよ。いや、職人だろうが職人じゃなかろうが、電子レンジも汚ねえべ、ジジイが汚してへん。ある程度ガチャガチャする料理もある。おめえたちはな、うちを悪くするだけだよ。てめえでうち立って暮らせ、どっちも。うちが立つか、やってみろ、バーカ。どっちもよ、クズじじいが2人よとやろ。ほんとだよ、クズだよね。電子レンジ使って垂れても取れっぱなし、外して皿も洗う気がない。私全部やってる。でももうやんない、私疲れちゃうから、自分が。いや、なんでそれ、そうやったらくっつくね、レバーが。それ引っ掛けたら、それ焼いてからかけるんだよ。じゃあこっちこっち最低だよな。くっつくかね、こういうもんやれば。頭ねえな。おいっす。すごい頭ねえな。レバーくっつくかね、フライパンに。くっつくに決まっていいじゃん、胡椒とかやったら。頭ねえな、最低だな。強火だぞってもうさ、何かけすぎだって。ほんとね、バカがね。
りょんちゃん。おいっす。もやしは味付けしてないですよ。これ私焼肉のタレですけど、うん、レバーも焼いちゃいます。ついでにレバー焼いた方がいいよ。もう期限が怖いよ。怖いよレバー。怖い怖い。なんでこんなに散らかってるんかな。うちは珍しいうちだ。すごいうちだよあんた。もう人生終わりだな、こうなったらな。じゃあレバー焼いちゃいますね。跳ねるから気をつけてね。そんな強火じゃん。もうフライパンが温まってんだから、ちょっと弱火にしといて、俺乗せてみて加減をするんだよ。いきなり強火じゃなくって、もう乗せてみてから。どうも使いにくいと思ったら箸これ逆だったわ。いいんじゃない、逆で。あんたの頭と同じで逆めぐりだから、こういうクズなんだよね。もうめんどくさいです。もうめんどくさいです。なんだよ、みんな俺に片付けさせるんかよ。わー、なんでここいこうに置くの。木を食べないでよ、せいさん。木を食べないでよ、せいさん。何、木を食べないで。スカウターで察知されるから、気配殺さないとフリーザーに見つかりますよ、せいさん。もうこのゴミがいっぱいじゃどうしようもねえべよ。結局私が立つんかい。ああ、本当に。死にそうだよ、こっちは。くさーい。カレーもったいない。食べてーってね。カレーもったいない。違う器じゃないと。臭くなっちゃいます、これ。レバーは。片付けるよんじゃ。一つ食うよ。またこれ倒すよ、これ皿で。大丈夫、ちゃんと見て。寄っててよ。ダメ、壊したら金かかるんだからよ、何でも。わかんねえけ、そのぐらい。俺は何でもわかるぞ。こうなるわ、こうなるって。何でもこう、私が片付けない。いや、これ味付けてないからね、そのもやしは。嬢さんが味付けるなって言ったから。結構みんな私に片付けさせるんだからいいよ。何でもな。こんなとこは放っとくんだよなあ。マジなんで放っとくの、こういうとこへ。だしねえなあ、何やってもなあ。すげえな、世の中こういうクズがいっぱいいるんだな。なんでも作りゃいいんだよ。あとはどうなろうと。こういうお手野郎がいっぱいいるんだよ。わかる？このクズって言うんだよ。なんでも。何もできないやつをクズって言う。わかる？皆さんわかります？こういうクズ野郎。人間じゃないからね、こういうやつは。何でも片付けられないやつはすぐだよ。もういいんだよ、何でも。やだやだ、こんなクズ。クズに決まってるじゃん。何もできねえんだから。このクズ野郎って言うんだよ。どうしようもねえな。クズばっかりで。クズは来るだけなもんだよ。クズは何もできねえんだよ。予定やろうで。何をやっても。クズ足りんだから。どうやってた？なんだよ、うるせえな。いちいち言うんじゃねえよ。こっちは片付けてんだよ、バカ。お前と口なんか聞きたくねえよ。クズやろう。
島なんか大綺麗だ。もういいかな。そこで金借りるようなクズ野郎だ。38にもなって1万の金もな。買い物は全部私のカード。最低だね。あいたくつがつかがねえわ。あんまりクズ。このクズ野郎って言うんだよ。世の中の。ほんとムカつかんねえ。やることなすこと。すごいね。パーシーや置きっぱで、どこへでも。ほんとムカつく。この最低野郎だよ。人間じゃねえ。こんなバカ野郎。ほんとクズだから。たまげるよ。ちゃんときちんとできねえかさ、今少しね。パーシー使ったら使ったできちんとさ、できねえかね。でかいめちゃくちゃだよ。スカヤ、スカヤ使ったでめちゃくちゃすごいね。何もできないんだね。血がくっついてるやつもちゃんとゆすいでるじゃねえしね。レバーの血がくっついたもちゃんとゆすいでるじゃねえ。箸もその辺どうさーって置くだけ。最低でいい。ちょっと1個でかいのがね、これちょっとよくやっておきます。なんでもいいやん、ね、クズ。あ、つい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 跳ね返さないでね、悪いけど跳ね返したら承知ねえかんな。いつも片付けしねえんだから。ほんとムカつくから、このクソガキを。けどやろう、どっか行けえ、どんどんいなくていいから。クズ煙がすごいな。換気扇つけてねえだよ、バカが。バカだよ。いちいちこっちが教えなきゃできねえか。バカ野郎。関係性もつけねえでやってんだよ。バカに決まってるじゃん。こんなクズだもん。誰だって、何だってできないな。後始末ができねえんだから、何でも。行きましょう。関係ねえよ。バカじゃない、このクズ。まあ、これ捨て、割り箸なんで、これ捨てるやつなんで。最低だよ、このジジイ。呆れるわ、本当に。クズで。なんで割り箸をいちいち打ちあるわけ。新しいから新しい使って。てめえの頭かかるぞ。姉さんから銀切れ花火いただきました。お前がお前がお前が、あらぶのお席を入れて、ビビって、さとわけ、そんまたよし。さあ、ということで。ご飯が1個しかなかったので、赤飯1個は。おい、飯は食わないって言ったんだよ。ママなんか食いたくねえよ。ご飯なんか食わないよ。本当は白米で食べたいですけどね。白米あと1個しかないんですよ。まあ、とりあえず赤飯から。おい、赤飯食わないかんね。あんた食ん。おい、俺が食います。おい、俺は食わないよ。私、ご飯類はいらないから。もやし食うから。何もいらない。そんなことより片付けるのが先だよ。こんなちっちゃかってよ、ムカつくんだよ。まあ、汚いとこでご飯くん嫌いだから。ここだってね、片付けなきゃしょうがないんだよ。片付けてる暇がねえんだよ。もやし味ついてないですかね。ついてねえよ。僕 先に食べちゃっていいですか。どうぞ。予算待ってるの遅いからどうぞ。いつも遅いんだ、あなた食べるの。どうぞ。私はそんな飯食わねえから、大食いじゃねえから。では、もやし、もやしマヨ、胡椒。違う、違う、違う、違うよ。いや、味ついてないので。悪いけど、マヨネーズつけねえ。なんだこれ！これ絶対賞味期限やばいでしょ、これ。何が？何がやばい？なんでこんなになってんの？誰か開けたんじゃないの、端を。開けちゃダメだね、そういうのは。食おうと思って開けてそのままにしとくとそうなる。期限見て、古くないから。買って、私ちゃんと見てるから。いや、でもすげえ変な匂いする、これ絶対食えない、これ。だから誰かがね、あ、でも賞味期限2025年の2月27日だから。いや、でもこれ変な匂いするから、これ食えないよ。だから、いや、変な匂いするもん。違う、誰か食おうと思ってここは開けたんだよ。開けておくとこうなるん。食えないよ、もう。
これも食えん、こう変な匂いする。食えないよ。捨てましょう。なんでこうに食おうとして開けてそれっぱれなん。食おうとしたらちゃんと食わなきゃダメだよ。白いご飯もそうだから。期限は切れてないからね。誰かこうにやった人がいるんだよ、うん、この中に、この中にいるんだよ、そういう人間が。うまい。そうでしょ。こううちゃるに困るよね、こういうの。みんな私だもんね。もう疲れるよ。まったく何にもできねえんだから、本当に。塩コショウ、味塩コショウマヨネーズ、うまいですね。ご飯の代わりに、誰かさ、角間あと1個しかないんだよね。誰か食おうと思ってここは剥がしたんだよ。剥がしたまま置いたらダメだからね、こういうのは。もう剥がしたら剥がしたでやんないと。私みんなわかるから。ヒゲなんか切れてないよ。私ちゃんとヒゲ見てる。誰かが剥がしたんだよ、食おうとして。おじいじゃねえ。わかんない気がする。あのじじいだと思うよ。大体わかるから。じじいだと思うよ。こんなのわかるんだよ。このうちはクズはクズはとって。このこの赤飯を腐らしたのは今泉君。古畑さん、古畑さん、おじいだよ。分かったんですか、古畑さん。おじいだよ。おじいに決まってるよ、こんなこと。うん、なんだってやりっぱねだよ。何もできねえんだ。ダメ。あんたたちはダメ人間だから、両方が。見てわかるよ、クズが。ご飯ないときついな。100万あと1個だけじゃない。だって廊下にね、猫の餌を引っ張れだもん。パック持ってって。わかるよ。何でも。何もできないんだよ。はっきり言って。何もできない人だよ、あの人は。本当に。猫にね、あれだ、廊下で何かくれと置きっぱなし。みんなわかってる。それでそれをね、自分で始末しね、自分でくれといて。最低だよね、人間として。おめえら、ちらパチパチ、こう、跳ねかかないでくれよ、いろんなもの。そこにある飯食えばいいじゃん。ジジイがも買ってたんじゃねえの、知らねえけど。私食わない。オイスターソースマヨとかね。私食わないから。オイスターソースマヨ。それかけないでね、悪いけど、私が食うんだから。いや、ここに、俺が食うとこにかかけてないでしょ。嫌だよ、嫌いだから私。俺が食うとこにかかけてないだろう。オイスターなんて大嫌いだよ。オイスターマヨ。もう嫌だよ。もう、これ返せよ、元へ。使ったら。こういうのとか。もう、ちょっとしてよ。散らかしとかないで。やったもんを。まずいこんな散らかったとこで食ってうまいかい、うまいかい。こういうあんまやりすぎるとバサリが、こういう使ったものをきっぱねでうまいかい食って。私そんな散らかったとこで食いたくねえよ。性格が違うよ。塩コショウマヨがいいね、うん、どっか行けよ、お前なんかいなくていいから。塩コショウマヨが一番いいかも。どっか行けよ、どんどん。何噛んでてるか分かんねえかね、このうちは。クズが。なんかもっと醤油とか、醤油ベースのなんか味付けして、マヨネーズが一番欲しい。クズ倍だから。このうちは何してるか分かんねえから。クズの集まりだから。そんなことは分かってる。クズしかいねえから。本当にないから。やだやだ、こんな暮らしは。これ何だ？え？何するのか分かんなくなっちゃった。食べるよ。こういうのいらねえんだ、片付けてよ。いや、ここじゃねえ、こっちだ。味付けてないから、こういうのがいいよ。俺は違うよ、焼肉のタレで食うんだよ。そんなもの食わねえよ。焼肉のタレ？そうだよ。まったく。まったくってこれ振るでしょ、焼肉タレ普通は。普通焼肉タレ振るやん。何今、何なんか問題あった今。
何やんだか分かんなくなっちゃったよ。あんまりうるせんで。はい、焼き芋のタレ。タレをかけちゃうのか。タレかけちゃうの？じゃあこれつける。ほら、めった茶碗が増えるから嫌なんだよな。食うとこに。焼肉のタレ。こういう暮らしは嫌なんだよ。めった散らかされて。話になれよ、クズばっかりで。あそこに飯があるから食えば。ジジが買ってきた、何買ってきたんだか知らねえけど、私飯食わないから。ジジが買ったもんなんか食わねえよ。大綺麗だよ、何もしねえ。そうだよ、毎日が日曜日だよ。いいやな、寝てだけ寝てよ。次学校の中の遊園地作るから。クズで嫌だってよ、どっちも。あんたクズだから、はっきり言って。どいてよ、ほら。これこぼしてよ、これ拾ってよ、ほら。何これ。焼き肉のタレだね。それ拾ってよ。タレは拾えないでしょ。じゃあこれ猫の置いてよ、洗ったんだから綺麗に。ここに、あれそうじゃねえよ、乾くように縦に置くんだよ。そうじゃねえよ。じゃあどう、縦ってどうやって置くんだよ。ここに置くんだよ。乾かないでしょ、今洗ったんが。乾くまでそこに置かなきゃしょうがねえべ。何の頭もねえんな、わ神経が細かいから。今あれなんべ、レバーが減ってたのきれいに洗ったんだよ、玉の餌入れに。血だらけのやつを、これた垂らしたら拭けばいいじゃんべ。何もできねえんだな、こういうとこも汚しても嫌なんだよ、汚されるから。何でもどうでもいいんだよ、お前なんかクズ野郎が。食べて食べて食べてって片付けてんだよ。こんな散らかったところで食ったってうまかねえよ、何食ったって。違うかい。やればやったね、袋は片付けねえ。本当に片付けながらやるんだよ、料理くんは。違うかい。いつも言うけど、散らかったとこで物を食ってうまいかい。味は変わんないす。あんたの部屋見りゃ分からいな。あとあのジジイも汚ねえ。ジジイ汚ねえべ、シーツ真っ黄色だよ、履いてるよ、あのジジイよ。気持ち悪いわ、ほんとクズだから。この二人でご飯抜きで食べてる。今どっちがカード持ってんの？私のカード。あ、僕は持ってます。なんで一緒のカードわかんない、両方が。クズ野郎でいいよ。意外ともやし食えますね。ご飯食わない。また垂らしたここへ。なんで拭いたの、垂らすの？まったく。いち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 これ拭くの。あ、拭きゃ、ゆすがなくったでしょ。ご飯ないからか、意外と食えるわ。気持ち悪いわ。どいてくんない、少し。どきました、どきました。これ、もう捕まれねえべ、ここいたら、こういうもの。なんとかしてくれよ、もう。あんたいねえ方がいいよ、来るなよ、もう。本当に。関係ねえから、こんなクズ。ムカつくんだよ、こんなめった起き上がって。こんなもんしまえよ、もう。置いた殻もちゃんと片付けるんだよ、こんな殻を置いとかねえで。めった物を置くんだから。ほんとクズだよな。いやでも片付けんだよ、もう。何でもほんとクズだよ、こんだけいい加減だから。自分の部屋もめちゃくちゃなわけだい。誰も片付けられねえから、このうちのものは。楽しても偉いもんだよ、庭も草ぼうぼうで人が住んでねえうちだなあ。ここに塩コショウちょっとかけて。人の金で使いやがってよ。昨日一番貸したいな、そこ覚えといてね。
一番の金がねんかい。恥ずかしいね。いい年こいて借金だらけでよく恥ずかしくねえわ。ほんで物はめった買ってきて、物はめった買ってきて、一番の金がね、恥ずかしい人間だよ。もやしとウインナーを乗せます。どっちもクズ野郎だよ。どうでもいいんだよ。ユノタクズしかない。ここにマヨネーズかけてもワンチャンいいけど。なんなんこのご飯、なんでここ置いてあんの。これ使うの。これがウインナー巻きです。このご飯使うの。砂糖のご飯ってこれ使うの。ここにあるけど。うん、だらしねんな。ほんとだらしね、人生。海苔なくなっちゃった。最後の海苔が。海苔あるよ。こっちにあるじゃねん。この辺で見たで。あるの。まあいいや。ほんと恐ろしいよ、生きてるんが。何もやしこんなに食って。なんなん。いや、もうだってそんな食べるの。だって。なんなん。でもし食えんの。もう片付けて、こういうの。もう。いや、食えばいいじゃん。そんなに皆さん、もやし食いたかったら買ってこうか。いらない。こんなもやしばっ食いたら買ってくれ、今から。いい。買わっといい。自分の金で買ってくんない。何でも。自分の金で買ってくんない。そんなもやしが食べたいだったら、10袋くらい買ってこうか、生さん。いいです。もやし安いから。自分の金で買ってくんない。今日からもやし生活ですから、生さん。何でも自分の金で買ってくんない。もういいから。人の金で買うもんじゃねえよ。何でも あんたはいいよ。もうなんか粘ってんだよな。床がほんとクズだこの野郎。人間のクズ。どんどん片付けること考えなくて。食ってねやねえよ今。そんな散らかったとこで食えると思う、ご飯が。私はつまむっても。これ飯っちゅう飯でもないよ。あまりもんただ焼いただけだけど。次から次買ってくるじゃん。肉があってレバーがあって、それなのにまたあれアスパラのベーコン焼きも買ってきたよな。あんたはそういう人間だよ。次から次買ってくんだよ、いろんなもん。前の処理してからだよ、買うのは。普通そうだと思うけど。これ悪いけどさ、冷やしておいて。今水入れたから。上横にだよ。もうこういうとこにね、あるもの減らさないとダメ。ご飯食うのに気持ち悪い、散らかってると。私はもうこういう散らかったとこでご飯は食えないから、はっきり言って。ああ、本当だ。疲れた。疲れた。食べて食べて。うるさいんだよ。テレサのがうるさいです。お前らが酔っ払いですね。いや。ほら。いや。箸のほら、どう拾ってよ、落っことして。それ、うちゃんないでね。用事が入ってるから。よく見てね、用事。もったいないでしょ。私用事でよく食うんだから、箸を使わないから。おしんことか頭使って生きろ。今少しこういうとこなんかこぼれてるよ。こぼれてない、塩が。ムカつく、ほっとや。ムカつく。何でもパッパ打ち合うんじゃねえよ、金のねえ野郎が。用事が減ってべえよ、バカ。頭使え、頭を。あ、伊達に頭くっついてんじゃねえよ。そんな君が一番すごいすごいがすごすぎ。食べて食べて食べて、ほら早く。悪いけどいじんないでね、これで。食べてやったね、本当に。食べて食べて、はい。そう。早く。お前なんか大っ嫌いじゃねえよ。そばへ来んなよ。食べて早く。いい、もう。食べて。腹が立つ。あんた見てると腹が立つ。食べて。これで、でかい腹つついてやるわ。気違いが。いや、食べて。お前なんか人間じゃねえよ。自分の家をめちゃくちゃにしてよ。食べて。障子はビリビリ。
人に割られるよ、親が割られる。それこれ焼いただけですからね。焼いただけだって、てめえが散らかしたんだべ、こんだけ。まあ惣菜とかでは火通した分美味しいかもしれないけど、焼いただけやからね、全部全て焼いただけですからね、これ。これちょっと布巾貸してよ、これなんかタレ、いいやいいや、もういいや、もうもうどうでもいいや、疲れたよ、あんたといると疲れる、もう嫌だよこんな生活、毎日毎日もう嫌だ、本当に嫌このうちは。ゆきりん、男がみんな楽してる、すごいよ、何にもしないからね、どっちも片付けなんて絶対しないから、段ボール畳む気もないよ、何もね、すごいよね、すごい、こういううちないよ、私が全部やってるようなもんだよ、本当にだらしないよね、やることなすこと、普通じゃないよ、ああ、ほんとだ、こんなクズ抱えて生きたくないよ、もう見て、この塩がイライラしてくる、こういうあれで。ダメだ、これ食えねえわ、悪いけど、こんだけ塩が垂れてたら気持ち悪い、ご飯は腐ってりゃ、いわよこすだけで何の処理もできない。誰かがね、赤飯食おうと思って剥がしたんだよね、あれはね、私よくわかる。ほら、またこんなとこにゴムを勝手に置き上がって、なったく、ゴム使ったらちゃんと所定のところ置けばいいだんべやね、もやしに巻いてたやつでしょ、だらしないね、何をやってもほんとクズだと思うよ。ほら、塩がこぼれてる、こういうとこ食べれば、塩がこぼれてる、クズだからね、この野郎、人間のこんなクズいねえから、もうイライラしてくる、もやしが怒ってるよ、ブラブラする前にもやしを片付けろ、このバカよた野郎、やかんがこんだけ汚れてるじゃねえかよ、油でムカつくな、この野郎、フライパンで頭引っ叩いてくれていいや、この野郎バカつるのポーラーだから、それやめてよ、ジェイさん、これ片付けてよ、フライパン武器にするの、よしえさんとポーラぐらいしかないですよ、ほら、え、もやしだよ、でも嫌なんだよ、ここにこう落とした位置は粘って、全く嫌だよ、もう疲れると、もう嫌なんだよ、私お勝手まで汚されちゃう、もう、いや、あの子の部屋だけで十分だよ、散らかってるわ、障子はビリビリに引き切れて、普通の人間があんなとこに住まないかんね、あんなの人間じゃないかんね、仕事もしてないで自分の部屋も片付けないんだから、本当に本当、これ油が跳ねたん、ここ拭いてね、いっぱい跳ねてるから、そんな跳ねてるから、悪いけど私届かないから拭いてね、これあんたがみんな鼻か跳ね返した、私ちょっとね、油が垂れててもわかるから、ここ拭いてね、悪いけど、あんただから、みんな汚すんわ、あんただからね、もうこんだけ油跳ねてるよね、頭くるよね、ほんとムカつく、火加減でやれちっともこんな跳ねねえ、私がやれば跳ねない、すごいよ、粘っちゃって、すごいよ、バカだよ、何の頭もねえんだよ、焼くだけで片付けは一切しない最低人間だよ、こんなバカいないよ、やったって片付け絶対しないからね、こんな予定やろ、あーやだ、もうこんな汚いとこでご飯食える、気持ち悪くって、ほんと私がこういう汚い取ってまで鍋まで油、もうやだな、ちょっとゆすいでよ、これゆすいでよ、鍋もう疲れるよ、こんだけ散らかされてね、こんなもん食いたくねえよ、冗談じゃないよ、よくゆすいでね、ムカつくからギッタギタだよ、あんたこういうの全部外して拭いたことある、あやさん拭いたことねえよ、あやさん、はい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 、何だ
ゃんとできなくちゃダメだよ、なんでも。親が死んだらできるかい、あんた。親が死んだらできるんかい。笑すんじゃねえよ。アラジンとか出てきちゃうよ、吉井さん。そんな、そんな擦り方したらアラジンとか出てくるから、吉井さん。私が使ってるからこうやってね、29年も持ってんだよ、なんでも。そうでしょ。あんたたちが使ったら29年なんて持たねえよ、何も。アラジンじゃない、なんだっけ。アラジンじゃない、なんだっけ。アラジンじゃないか、アラジンが擦ったら出てくるんだっけ。ジーニーだっけ、なんだっけ。これ服が弱いてるんだよな。体がグラグラしてるから恐ろしいよ。鍋までしちらかされて、カレー作った時だってそうだよ。これ私が全部洗ったんだよ。何でもそうだから。きつかったよ、デーに行く日だから。寝られなかったよ、私。嫌なんだよ、汚いのは。生きるに一番汚いって嫌なんだよ。毎日 何が楽しいの。楽しくねえよ、なんだろう、ね、早く死にたいだけ。お迎えが来ねえんだよ、いつまで待っても。死にたいよ。死にたいよ、はっきり言って。お迎えが来ない人、こんなんで生きたってしょうがねえもん。クズ二人抱えて、クズが丈夫なのにどっちも何もしねえ。そうでしょ。昼間から酒飲んでるようなバカジジイだよ、クズがよ。あれもどっかに出かけたんか、あのジジイ。バカじゃない、あれ。脳なんかだから、あれも。毎日頭いかれてるよ、あんた。決まってるよ、昼間から飲んでんだから。テレビ鑑賞して、ほら、これちょっと持ち上げてよ。イライラするな。もう何もかも嫌なってな。なんでそこまで拭くの、イケイケ。汚いんだよ、油が。料理するためにそんなに毎回拭く人いないからね。大丈夫、頭。大丈夫だよ、ほら。綺麗だけど。みえさん、ありがとうございます。ああ、こんなできねえ、持ち上がんねえ。夜するたび毎回来る人いないから、なんか異常なんだよ、それ。悪いけどさ、フライパンガタガタしないでね。こうね、剥がれちゃうから、白くなっちゃうから、こういうとこが。フライパンはガチャガチャしなくちゃって。そんなさ、なんか料理するためにそんなに浮く人いないって。そうじゃない、あなた頭おかしいよ、マジで。悪いけど使わない方がこれは綺麗だからね。ほら、あんたガチャガチャするよね、こういうにぶつかるんだよ、わかる。あ、いちごどうも、特命の方。ちゃんとね、なってなくて、飯食える、気持ち悪いよね。こんな散らかったとこで。ご飯食える、私には食えないよ。どいてくんない、これ、ゆすいで。ゆすいで、これ。なんでここにまた一粒こぼれてんだよ。ゆすぎよ、ほら。予定の。なんだよ、お前なんか。ドゥ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 、どいてどいてどいて、セニョリータ、クズがよ。強く強く強く、知らない。雑巾絞って、あ、ごめん、もやしを炒めて、こぼして、じれったいよ、はい、ちゃんとこう4つに畳んでそこを置くんだよ、ゆすいだら。さあ、吉井さん、いいんだよ、これさ、ここにゆすいで、ゆすいだらちゃんと4つに畳んで、ここに引っ掛けるんだよ、ほら、ちゃんと引っ掛けとけよ、そこへ。ゆすいだだけじゃダメだよ、何をきちんとできなきゃ。そうでしょ。俺そこやってる暇がねえんだよ。やれば綺麗になるよ、真っ白に。ハイターで。私にそんな暇ある？ないよね。ないよね。夜は遅いし、寝る暇はないし。なんでまた。なんすか。座り方で腰が痛いんだよ、座り方で。知らない、そんな。知らなくたって結構だい。人から1万円貸したよな、昨日な。あ、ルンフーヘンがもう。
草野郎、親から1万円借りるばかりねえぞ。いい年こいて山岡屋のラーメン食いってよ、はい、早く山岡屋行ってよ。親からなんでこれ私箸が使えねえっつったよな。ムカつくけど今ダメだ、ちょっと心臓が重くなる。私心不全だから不整脈だし、こういうことやんない方がいいと思うよ。くたびれるから。私は慎吾はでやっても構わないけど、片付けは全部私、こんなでケイサラ買ってきてやっと持つんだよ。ほんとクズだよあんたは。人間として価値がない、ほんと人間のクズ。おなんだよ、ダメだ、大ごとだ、手が切れちゃう。なんでこんだけ梅雨出すの、多くない、これ。食うだけでいいんだよ、加減が分かんないかい、バカは。ほんとバカだよ。加減が分かんないからね、焼肉のタレもすぐ終わるんだよ。わかる、食うもんに応じて。9月26日までだから早く食わないと、賞味期限あと3日ぐらいで消えますよ。消えたってそりゃねえよ、焼肉のタレなんだ、なんか関係ねえよ。ああ、おつ量が多いんだよ。またこんなとこ置く。食ったものはちっとも片付けねえ。ダメだこういう人間は。何も減ってない。だからだって水飲むんじゃない。ウーロン茶でいいよ、ウーロン茶で。もうウーロン茶ないじゃない、これしかない。あるよ、これだけでいいんだよ。こんなちょっとでいいの。片付くべよ。おじさん、そのあれ中入れといて、ビニールの。うちあるとこへ。コーラあるよ、コーラ、コーラ。コーラまだいいんだよ、ウーロン茶減ってべえよ、バカ。俺飲んでからなんだよ、違うかい。お前、わかんねえな、何も。クズがよ。あ、おことだ。あれ、みんな。あ、おことだ。私ろくなもん食ってねえから。どうですかお味の方は。あ、どうですかお味の方は。味、ウィナーのお味は。なレバー食ってねえ、うん、ウィナーのお味はどうですか。たまにはいいけど毎日はいらねえなんであれ電源切ってくれ、俺がつけてたんかい。あんたじゃねえ、風呂に入って。ウィンナーのお味はどうすか。こんなにうまかねえけど毎日食いてんもんじゃねえ。レバーまだ食ってねえ。こっちは何、塩かかってる。あ、塩かかってますよ。塩かかってんな。あ、もやしが一番うめえな。え、今なんて言いました。もやしが一番うめえ。来ました、おいしい。バカ、痛えな、足ぶつけて。はい、よしさん。なんだよ、うるせえ。何をするさあ、566円さんの方、203ナイスからスタート。さあ、さあ、お願いします。おいしいと言ったら、さあ、よしさん、どうぞ。はい、はい、
あ、食う前だけど、すいませんね。あ、ナイスが増えるだーミスタードーナ、はい、ナイスが増えるだーミスタードーナ、あ、どうぞ、それさー、ナイスが増えるだーミスタードーナ、はい、ナイスが増えるだーさあ皆さん右下にセーブラーティスで押してください、はい、さあジャッチャッパルリー、あ、ジャッチャッパルリー押してください、あ、元気なスマシャルさあ、さあジャッチャッパルリーブラーティスナイスを、あ、フセットボーさあ皆さんブラードナイスを、皆さん右下ナイスを、さあ押してください、さあジャッチャッパルリー右下ナイスを、あ、ナイスを、ありがとうも、ありがとうナイスを、あ、押してください、さあナイスを、さあナイスを、はい、221ナイスさあ、どんどんちょっちょっぱり増えちゃってくださいって、はい、さあ、やめてください、さあ、あと29ダイスで250ダイス、29ダイスで250ダイス、250ダイスを目指しましょう、皆さん、さあ、おるさっさ、おるさっさ、あー、くまさんとも、さあ、はいはい、金魚、何これ、ハート、さあ、どんどんです、はい、ナイスが増えるだー、あんたどうだ、はい、ナイスが増えるだー、あんたどうだ、はい、あーい、あ、ミスター、何、237、ちょっと増えたね、ちょっとかい、ちょっとです、あれ、あー、ちょっと、来たー、マイルドさんが多かったですよ、ありがとうございます、お前がお前がお前がアラブの選挙をウィンデル・ビル・ゲイツ、ソフトバンク、サンマチ、よいしょワッチ音楽隊、ワッチ音楽隊、ありがとうございます、前田かり様、ありがとうございます、うん、ありがとう、他の方もいろいろありがとうね、マチョコちゃんもさあ243、ね、ちょっと増えましたね、いいね、いいね、ありがとうね、マチョコちゃん、 KP もマチョコちゃんもありがとう、うん、皆さんもありがとうね、お礼言えなくてごめんね、ありがとう、ありがとう、いつもの流れだってゆっくり食べてって、ありがとうございます、ありがとう、え、こちら何、初コメさん、よろしかったらナイスナイス、よろしくお願いいたしますね、ありがとうございます、ありがとうね、よいどんさん、ナイスポッチ、初コメってありがとう、ありがとうね、ありがとう、レバー焼いたら食いたい、よしえさん、てじえさん、ありがとう、ありがとう、皆さんアイテムありがとうね、言えなくてごめんね、すみさんナイスしましたって、いつもありがとう、すみさんいつもありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、北海道も今日は涼しいでしょうかね、コナちゃんいつもありがとう、よしえさんこんにちは、ナイスポチェっていつもありがとうね、いちごミルクさん、よせさん楽しそうな笑顔は最高だって、ありがとう、バラボンさん、ね、信号、モータイ、金カット、ポテちゃん、ボーゲン、終わったって、あゆみちゃん、笑ったよ、よせさん大好きだって、ありがとう、もう行ったん、まだ行かねえと思う、自分のスマホがあるから、まだ行かねえと思う、うん、あ、読みたーね、奥ちゃんいつもありがとう、こんにちは、ナイスってありがとう、風船ありがとう、ポテ、うん、ちゃん暴言終わったって、おのです素敵ですよって、うん、前盛りさんメロン食べようよって、そうだよね、風船ありがとう、ありがとうね、風さん何逃げるなってね、J さん、息子、まだいる、いるよ、うん、リコちゃん、ヨセさんって、眠り猫ちゃん、なに、ごめんね、うん、どんどん変わっちゃうよ、ね、チボちゃん、ヨセさん、こんにちは、ナイスしたよ、ありがとう、ミヤニャちゃん、こちら、ナイスしたって、KP ありがとう、KP ありがとう、プーさん、午前中、仕事でした、そうですか、お疲れ様、あれ、え、こちら何、ジャスミンさん、この後メロンカットってね、うん、そうか、うん、え、たまちゃんだ、アリサちゃん、あらーって、前田かりさん、たまちゃん、ノリツネさん、ユキリンだ、メモ、メモかちゃん、あ、レトロちゃん、たまちゃんだってね、
メイモカちゃん、いいね、ありがとう。ラムちゃん、タマちゃん、かわいい。ルミコさん、さても見せ場は終わったなってな。ジャスミンさん、タマちゃん、泣いてるね。ありがとう、ありがとう、うんうん、ね、ありがとうね、うん、ビビちゃん、最近よくレバー買って来てくれるって、そう、うん、ポンズくん、こんにちは、初コメってありがとう。ポンズくん、よろしかったらナイス、よろしくお願いします。ヨセさん、冷めちゃうから食べてね。ヨセさん、ご飯食べますか？ご飯食わない、うん、ありがとう、うん、いいね、ありがとう、レナちゃんよってね。ノリスネさん、レバーってたくさん食べて、ありがとう。シンゴ言っててよ、食べられないから。いや、別に読まなくていいよ、全部コメント。なんか別にコメントを全部読まなきゃいけないってことないんだ。そういうことはね、そんなことはね。